じゃあ、ゆうつわです。タイのバンコクなんですけども、やっぱ物価が安いですね。そして、世界遺産アユタヤ遺跡なんかもありますし、水上マーケットとかも観光地となっています。街中にいろんな仏像といいますかが点在してまして、その辺が見どころになってますけれども、やっぱり物価が安いからですね、食事とかショッピング、この辺がもう本当楽しいです。で、当然夏、常夏なので、暖かいですし、真ん中を大きな川がですね、チャオプラヤ川、メコン川が流れておりますので、街の雰囲気としてもですね、すごく明るくていいです。人々というか、ホテルとかですね、街中にいらっしゃる人たちとか、お店の店員さんなんかも皆さんニコニコして、非常に、笑顔の国とよく言われますけども、微笑みの国と言われますけども、その通りだと思います。なので行けばですね、もう楽しいことはたくさんありまして、もうどれだけ時間があっても足りないということで、私も大好きなんですけども、熊本からですね、ゴールデンウィークに直行便が1回飛びます。5月の2日の出発で、6日のお戻りのこのパターンになりまして、いろいろとホテル組み合わせたツアーも発表されてるんですけれども、バンコクのフリープランでですね、この、ゴールデンウィークドピークの時で、14万9800円、燃油サーチャージ込みということで、商品が出てますので、早めに、飛行機1機分の座席しかございませんので、早めの、ご相談、ご予約お問い合わせいただけたらと思っております。ウィルツアーの連絡先、詳しい内容については画面下のコメント欄の上にですね、URL を貼り付けておりますので、ぜひ熊本発着チャーター便よろしくお願いします。